格闘キャスへようこそ、シンです。そこに長谷川健さんがいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は Ryzen vs. Bellator の対抗戦の勝敗予測をお告したいと思います。そのチャンネル登録ボタン、スマッシュしてください。いいねボタン、this one here。それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。まあ、早速飛び込んでいきたいんですけども、その前に私たちの FT Open Chat で結構盛り上がってる質問がありまして、それは、 平本蓮の相手は誰になるんでしょうかそれまあ長谷川さんよくセコンドについてるんで知ってる何か知ってる気がするんですけど何か知ってますね <laughs> <laughs> 言えないですかいや言ったら怒られるんじゃないですかだっあ,<ー>あでもまあ今日出ないのでもいつ出るんですかね当日までわからないんですかね、うん、じゃあこれだけ聞いていいですか、はいはい、皆さんが 喜ぶようなメクですか喜ぶ人もいれば喜ばない人もいるんじゃないですかでもちょっといろいろ聞いたら面白かったです。ああ、楽しみですね。まあそれを聞かないといけないと思って。まあちなみに私たちの FTOPEN チャートのリンク概要欄に貼ってますのでぜひチェックしてください。そうですね盛り上がってますもんねチャット。そうですね長谷川さんも入ってるんですすごいですよ。ごいもう何人か入ってるんでぜひ見に来てください。 そうですね、勝敗速に入りますかいきますかベラト r VSRIZEN、メインが多分ホベルとサトシソウザ VS エイジ・メキリーになると思うんですけれども、も、はい、この試合ね、一応世間の意見を見ると、はい、まあこのオッズを見ると、ホベルとサトシソウザがかなりアンダーです、2.18。おーえー、俺ね、ソウザが。これあると思うんですよね。そうなんです、はい、俺もそうなんですど。なんでソウザが勝つチャンスがあると思いますか ?1 点突破できる、その、なんだろう。 組み技、サイズもサトシだし、はい、組んだらさすがに、組んだらさすがにサトシですよね、よねこれは。エイジェン・マッキー、フェザー級のベラトルチャンピオンで、はい、サトシはライト級。はい、サトシ、結構、ライト級ぎりぎりだと思うんですよね、でか,すよねでかいしゃね、はい、なんで、マッキーに勝っちゃうんじゃないかなっていうのは。1一本取れると思いますか 取るんじゃないですか。今の今の時点でさササドシソサーーは100%のフィニッシュ率を果たしてるんで、はい、それやばいですよね。まあ組めない可能性もありますけどね全然。まあ<ー>2.1は美味しいと思いますよ。2 2.18です、はい。めちゃめちゃ美味しいですよね。だから例えば僕が100ドルつけると218、はい が戻ってきますうわめちゃめちゃいいっすねめめちゃめちゃゃそうですね僕普通にソーザが勝つと思ってたからだから逆にアンダードッグなんだってちょっと驚きました、まあ、これぐらいねこれほど大きいっていうのはやばいですねマッキー勝つ可能性も全然あま,、ね、まあまあそう試合ですの格闘技の試合だから何が起こるか分かんないんですけどもこれほど差が分かれてるのはちょっとおかしいと思う,そう、ね。そう僕もそう思いますいいんじゃないですか僕そう一つ選ばばなないといとけなければ、はい し僕もサトシ選びますね。一本。ああ一本難しいな一本か判定かどうだろう。判定だ判定まで行ったらマッキー勝ちそうな気もするんで。そう僕も<回>そうですね判定マッキーフィニッシュソーザ。で,ね、でもこれはやっぱり日本のサトシソーザ応援したいですね。サトシフィニッシュしますか。フィニッシュし,します。昭和予測 <laughs> じゃあ二人ともサトシ勝て、ね。僕は多分サトシ勝つかな。 マッキーが強いとこばっか見えてたんですけどサイズがきついかなと思ってますねうんうんサイズ差ねあとケージだったらマッキーかもしれないなってああそれもありますねリングリングの方がまだ組みやすいんでそこら辺もあるかなとそうですねまあいずれにしても面白い試合になると思います面白いですねこれ一番面白いんじゃないですか僕だったらに つけたいと思いますね。そうですね。僕もここは同じ意見です。あちなみに私たちのえっ、ー、と特別 URL 概要欄に貼ってある URL からこのサイトをアクセスすればなんと10ドルのフリーベッドプレゼントを受け取ることができます。ぜひサトシソーザーでいきますか。<れ>えっとじゃあ次にいきますか。<laughs> クレベルコイケーバーサーズパチシオピットブル。俺クレベル好きなんですけど。 これがちょっと厳しいですね厳しいと思います正直そうですねまあ、うん、多くの方はその意見を持ってると思います、うん、クレブルがなんと3.603.60、うん、倒れちゃうんじゃないですかね <laughs> ちょっと組めないと思うんですよね ード差は大きいですよね、はい、あとこのピットブル一発持ってるからお兄さんですかねあの大みそかにやお兄さんより強いんです,よですこっちのピットブルちょっときついんじゃないかなって,って勝てるやついないだろって思うんですよね日本でうんそうですよね、はい、思っていないっす、ね、ですねフェザー級でね、はい、一発あるからあのチャンドラーを KO してるから <laughs> するっていうの、まあ、あるけど結構、まあ、出会い頭って言っても チャンドラに勝ててるやつってあんまりいないじゃなないいいですかと思いますね。ただでもここでクレブル小池が1本取れればすごいことになります。打撃当てて倒すとかあるかもしれないけど、うん、ちょっと組んでっていうのは想像しがたいそうですね。まあピ,ピットボールも一応充実の黒帯だと思うので、はい、まあオズ的には美味しくないんですけれども。はい おずを考えるのは間違いなんですよね。そう間違いですよ。絶対やめたほうがいいですよ。<laughs> さっきサトシの話でそんなこと言ってましたけど、サトシ勝ちそうだなって思ってて2点1倍ラッキーじゃないですか。そうですね。僕はクリベル厳しいなと思ってて3点6ですか。<ー>6で美味しいなと思うのはう、ね、ちょっと違うかな。そう、はい、確かにそうですよね。逆に。 だって結構一方的で勝てたと思うんです僕だからそれが1.25は逆に美味しいんですよねそうですねそうですねそれこそ昨日のパンクラス釣りレイが確か1.2だったので俺おおこれはねとてもとてもメリークリスマスですねと思いましたメリークリスマス確かにだからこれもそれが1.25だからそうですねピットブルですねこれははい 次は荻久保寛正 VS 堀口教授3回目の戦いですよ。堀口選手じゃないですかね <laughs> もう2回勝ってるから、まあ、僕たち荻久保選手僕は結構好きなんですいや僕も好きっすね,ね2回目とかすげえ頑張っていい試合だったじゃないですかそうですねもうあれ見てすげえなーって思ったんですけどうん、うん、ねちょっと別格かな堀口選手そうです2回 片再戦、まあ、になって2回勝って3回目で相手の方が勝つっていうパターンは俺見たことがないんです結<構>今まで 2>, そ2回負けるとちょっとメンタル的に多分きついですよね厳しいっすねどうやって勝てばいいのかうん大木久保選手すげえ強いと思いますけど堀口選手のほうが1枚上手かなそうですね僕も、はい、まあ オッを見るともう,そうストーリーが書かれてますよ4.15多分このベラトール VS ライゼンの対抗戦で一番のアンダードッグナンバーワン,ンダアンダードッグは木久保弘正ですね4.15<ー>やばいですよちょっと見てください4.15100415わウいわウワーウィ,ワウィやばいっす <laughs> ちょっとどうやったら勝てんのかもう俺想像できないっすねでもこれも堀口が1.19はすごいですねあまあまあまあ 1.19はいってもいいと思いますけど。普通にボクシングの試合になるとこんななんか傾いてる試合になると1.1え1.05とかになるんですよ。この間井上尚弥選手1.01ず変。そういう風になるはずなんだけどこれが1.19は逆に美味しいですね。いいと思います。でも尾木不破選手に勝ってほしいです。尾木不破選手頑張ってください。やっぱりこれも二人とも どういいですか僕、もう堀口選手ですね。堀口選手じゃあ次は、そうですね、キンシュール VS ファンアチュレーチレター。これがね、結構割れますね。2.18キンシュールで1.61ファンアチュレーチレター。あー、スーチョル、美味しいっすね、それだったら。あー、スーチョル強いですか強いっすけど、どんぐらい戻ってきてんのかなっていうのが。あー、うーん、どうなんだろうな、もうちょっと分かんないっすよね、ずっと休んでたし。そうですね、そうですね。 その大井久保戦が結構その復帰戦になってそれで結構いいパフォーマンスを見せたと思うんですけれども、はい、あでも2000結構アクティブに出てるんじゃないですか<っ>一時期休んでたんですよねなんか長兵がそうですね2017年から2021年休んでてで、ね、復帰戦ではチョークで負けて、はい、それから同じ相手に慶応勝ちして、はい、それから広ローーー大さ久保に勝ってそれからワンアチュレーターとの試合ですねアチュレーターどうかなその好きやばいいどっちだと思います俺 アーチレーターのスピードについていけないと思うんです、はい、フットワークとスピード、はい、ただアーチレーターもそのスタウツにやばい桂を負けしてるところが結構心配するんですよです、ねはい、一応復帰して判定で勝ってるんですけど、はい、ねこれはじゃあ僕僕はスーチュールにかけちゃいますよそうですね勢いに乗ってるし、はい、いいと思います2.18ですね、はい、これがそうですねこれもいやシュールでいきますか僕はそう思いました まあ時差とか考えると、はい、韓国日本の方が楽かなっていう確かにそうですよねじゃあラストマッチ武田浩ズ。VS、はい、難しい名前してますねガジラ,ラバダノフですねこれちょっと厳しいと思いますこれはああそうですか強いっす強い強いっす,いっすやっぱりそうですかこれ強いっすね <laughs> 武田浩二2.85ですよ すごいねでも何かやってくれるんじゃないかなって僕はちょっと厳しいと思いますねあそうですか、はい、まあハビーブのね、はい、弟子とも言われてるんでハビーブが実際リングサイドに来てセコンドやるって聞いたんですけどこれは僕はラバダノフかなおか、はい、お1.37かおおそれもいいですよね10万円だったら 結構そうです、ね、万ですよ、ね、すすねねねでででよよごいですよ、ね、確かにでも僕はそうですね、ここはたか武田浩二信じたいです。なんか前回結構強いのにああ勝ちましたよね。ジョ,ーーージョニー・ケース。あれすごかったですね。なんかいい勢いに乗ってると思って。ああならなさそうな気がするなっていうのは思っったう,うですあ、ねまあいい戦いになるのは間違いないです。はい、ですね。そうですね。じゃあここだけちょっと割れますね。割れましたね。僕は武田浩二で。 僕はラバいずれ今のところこのそうです、ね、5試合ベラトール VS ライズの対抗戦の勝敗をや,やったんですけれども、はい、後からでも。 全試合この b ベットのサイトに乗るんですよねだと思って僕は待ってますけどそうですねそうですねそのお図も出たら勝敗予測やりたいと思いますのでそれを見逃さないようにチャンネル登録ボタンスマッシュしてくださいいいねボタンそれもスマッシュしてくださいよろしくお願いしますオープンチャットもよろしくお願いしますオープンチャットもぜひジョインしてください長谷川さんもね参加してるので何かその聞きたいこととかあれば質問してくれれば全然答えるんでそう勝敗予測お願いすることができるんですよもしかしたら X もいっちゃうかもしれないです <laughs> そうですね、ぜひジョインしてください。<laughs> リンクは概要欄に貼ってます。よろしくお願いします it out。長谷川さん、今日は忙しい中、ありがとうございま,うざいました。ありがとうございます、遅刻して。あいえいやとんでもないです、とんでもないです。電車が逆に動き出したとき <laughs>、動き出したの気にしてなかったんですけど、2駅ぐらい戻ったときに、あれと思いました、ね。<laughs> なんで俺、北千住まで戻ってんだろうと思って。<laughs> いや、たまにありますよ、たまにありますよ。と <laughs> いうことで。 ありがとうございます。ありがとうございました。はい、また、またぜひ来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうです,うす,うですよね。メリークリスマス、ハッピーニューイヤー。バイバーイ。<laughs>